球気分も外れましたので次はカップラーブです。カップラーブも専用の工具を使って部品が壊れないように外していきます。ちょうどこの部分はおネジに相当するところが金属、メネジに相当するところがプラスチックでできているので、ちょっと注意をしなければいけないところです。